어머 여러분 지금 급하게 영상을 켰는데요 되게 좀 뜬금없다 뜬금없어가지고 이 오프닝이라도 따자 싶어서 지금 카메라를 켰거든요 그 저 내일부터 3일간 여러분들이 점 찍어주신 운메노 히도 또 야마구치랑 히로시마랑 아 또 하나 더 있었는데 아무튼 거기 여행할 거예요 여행 내일부터거든? 일정은 내일부터인데 갑자기 오늘 연락이 와가지고 오늘 그 쿄스케선 이엔이 도마라나이 가는 멤버가 3명인데 3명 중에 이제 쿄스케선 말고 그 뭐야 하야토라고 하거든요 하야토가 나한테 내일 어차피 갈 거니까 오늘 쿄스케상 집에서 내 집에서 자지 않을래? 라고 나 오케이 했거든 야 이렇게 시작돼도 되는지 모르겠는데 15분 후에 애들이 온다고 하니까 오면은 다시 카메라를 키던가 네, 그렇게 할게요 하이리마스 들어갑니다 안녕 하이리마스 久しぶり いや 久しぶり はい、お好み焼き食べたくて来ました。え、何？何？何してんの二人？はい、行くぞ。はい、行きましょう。はい、明日からの友達、旅行の友達。友達です。友達です。よろしく。今度俺たちが日本を案内する。わあ、ありがとう。いや、本当、本当に頼りになるよ。こちらです。ありがとう。いや、2組待ってる。店、急に変わりました。八屋です。わん。おお、うわ。久々の再会。はい、久々の再会。よっしゃ、じゃん。おじゃん。覚えてんな。おいしい。はい。関数。広島名。おいしい。あ、まさか、まさか、さかださ。こっちがうまくやってるってこと違うところ行くとちょっと味うん、ガンスはガンス、うん、どこでも美味しいこれは、何買うんだハマやばー味はマシそれマイバーマイスフグわかるフグわかるフグの劣化版って言ったらいいああ劣化版っていうあのフグに似た味ああフグの方が全然うまいそれはさすがにそう実質言えばフグを食べさせたいああ明日フグ食べるか高いな無理しなくてもいいフグはめちゃめちゃ高いそれは食べさせたい地元にあるんやあのそのフグ専門店ああ行ったことあるんやああめっちゃうまいほんまマジでマジでうまい美味しいけどだよねいやでもフグってこっちでも高い高い感がする食べれるけどやっぱり高い高いしなんかちょっとハードルがあるハードル高級品みたいなメニューがねちょっとお任せみたいな感じで高い感がチャーハンですガーリン給食給食口かと日本の給食って何が定番で出るの定番なんか毎日出るやつ牛乳わ結構洋食みたいキムチこっちだったらキムチキムチ毎日出る絶対にキムチ給食でキムチ出たことないよなだから鉄板の給食のあれある左の上に必ずキムチが全国で一緒か分からんけど月、水、金曜日はお米ない火曜日と木曜日がパンですいやちゃんと分けてるなで、あとのおかずもまあ変わるけどでも牛乳は固定いや牛乳は必ず必ずあ毎日いやー、すげー珍しいね、学級委員って言って学級の学級の中の仕切り役じゃないか、うん、あまとめ役そう何もしてないから何もしてない何もしてないまあ優秀なの何もしなくてもいいで中1中2中3って2年生の時に生徒会やった生徒会ってあるおお分かった分かるけどいや優秀じゃん勉強よかった
よくないあの、順望、順望だけいいな内面のみお勉強はできませんお勉強はできませんこれさ、あの、ヨネさん、ヨネってたじゃんヨネのお母さんから聞いた話なんだけどヨネってすごい頭いいんだよでもお医者さんやってるぐらいだし勉強めちゃくちゃできるんだけどで、ヨネが中学校の時たまたまハヤトの通知表を見たらしいんだで、家帰ってお母さんに今日ハヤトの通知表を見たんやけどこんなになんか評価低い風におるぐらい言ったらしくて俺の身になってくれいいじゃない成績いらない俺は幼稚園の人最初から一緒の人3歳から経験されたわぁ小学校で俺の通称がバレたそういうね人もおるからそんなにそういうこと言っちゃダメよこいつ悪いでも4年はね、俺らのバカを楽しんだから俺らのバカを楽しんだからそれはそれで俺たちにで、じゃあ4年と俺は2人で生徒会招待でも俺上や4年の上いや、いいなぁあれやって、それやってああ、じゃあ言うな言うしか特に俺は何もしないいやあれが頭いい面白かったよ、あのダイブ面白い見抜いたー3階だ3階電気ついてないだよあ鉄板カラオケ、おー2時間3500、おー飲み放題、歌い放題おー進めないよ、つっていやあいつが勇気こういうとこ初めて行く。あ、そうなの、まあ、連れてきてもらわんとね、入りたいよね。どういうとこ行く、ね、見てすぐ雰囲気がわかる場所。ああ。こういうとこ外国人一人で入るの絶対無理よ。無理ですよ。俺も外国行ってそんなんできんもん。そう、なんか危ないとこみたいな。怖いしね。怖い。店のコンセプトとかもさ、マッチョバーだったり、オカマバーだったり。フィリピンパブかもしれないしさ、行くまでわからんやん。そういうゴリマチョバー行けばよかった。あ、ゴリマチョバーね、確かに。ゴリマチョバー何あの、ムキムキのお兄さんたちがやりよるバーがあるんよ。ああ、ここでうん、あの、ちょっとあっちにあるんやけど、女子が好きなの。そう。いらっしゃい。いらっしゃい、もちろん、もちろん。そこに、フロンの木。カウンターがいいよ、一番。高くで。ありがとう、来てくれたんだよ。おいっす。広島まで呼んでもらおう。おいふくちゃん。さすがじゃん。おい俺、サラリーマンやってるんやけ。おいカントシープリーグ。かっこよすぎないよ。全員されました。やろうぜ。なんでこんな決まっとん。いや、俺ね、普段ちゃんと働いとんすよ。やば。やばいでしょ。かっこええやん。あれから出世もしてから。出世もしてから。おい。ちゃん。おい。やるか。やろう。今日やるぞ。やろう。今日やるぞ。やろう。ええ。ええなんやね。なんか好きな スナックみたいな。スナックではないの。何から違う？女の店主ママ。ああ。もともとお好み焼き屋さんやりよって、お好み焼き屋さんやりながらバーになったでカラオケもついてて。ああ。いいね。故郷が。山口だね。で、山口、広島、韓国。あ、はい。韓国です。楽しむ超ハミだ。カハミだ。ちょうどよ。通じた。どうやって覚えたんですか、そのセリフを。韓国に行ったことある。いやー、伸ばせよー。伸ばせよって。伸ばせよだけで乗り切った。すごいです。できますよね。そう。来たね。僕たち結婚したんですか。恥ずかしいね。カチャ。君と出会ったこと今でもずっと
ハード韓国の歌もいっぱいある。あ、ある新曲が。あ、やろうや。いや、ちっちゃ俺前な。待って、この歌わかんない。わかんない。聞いたことある。でも、歌えない。いや、お友達と友達と2人でそうです、そうです。何日泊まるんですか？2泊3日じゃあ、短いね、なんで短くこそ、ね、日本人そんな休んでないからみたいなとこです。ですよね。いや楽しかった。いいところでしょ。いや最初は雰囲気がねちょっと入りづらい。どんな感じかなって思ったけど、うん、入ってちょっと酒飲んでたら、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。それはまだ。それは何してんの？おい。ありがとう。やか。それはおもろい。ありがとう。いやこんな。こん。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあありがとうね。気をつけてね。あ、手がないや。はい、おお。やった。いいな。俺もまだしてないの。俺が1位。じゃあ今していいじゃん。今いいよ。いいよ。ありがとう。これまた来てね。また来てよ。はい、また来ます。ありがとうございます。一緒に来てよ。ね、一緒に。じゃあまた来るね。あ、また。ありがとうね。インスタ見てます。楽しかったです。ありがとう。お茶味噌。お茶味噌。やっぱ歌歌えるのがいい。いいよね。いやみんな仲良くなるし。そうなんや、うん、広島で一番好きなバーなんで。おーおーおー、私も。っていうだけあってやっぱ行ってみたら好き。俺も好き。うん。いいや他のとこ行かなくていい。あのカラオケバー。いや絶対行ってほしい。いや今度はお好み焼き食べたい。ああいいよ。はいお好み焼き。まああと3日あるけんさ。ああ。まあね。うんうんうん。イエーイ広島最高広島最高明日空母屋旅行楽しみですみんな広島来てね来てね明日楽しみですよろしくお願いしますよろしくまた明日よろしく任せろうんこれ
그래요. 내일 봅시다. 보다 왔을 때.